ஜப்பனிங் ஸ்டோரிஸ். மினசான் குன்னிச்சுவா. வதஸ்தாச்சுவா ஏகோதோ கைகுகுகோ நோ தாய்காகுதே நிஹோங்கோ பெங்கியோ ஷிடேரு நினென்சே தாச்சிதேஸ். அதாச்சுவா சென்தான் துமோஷிமாஸ். வதஸ்வா அக்ஷதா துமோஷிமாஸ். யாஹோ மினசான் வதஸி உத்துக்கர் ஷுதேஸ் யோஷிகோ நெகாய்சிமாஸ். よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィンちゃんさん。はい。このポッドキャストのテーマは何ですか？テーマは、家の近くで有名な場所とか観光地です。あ、そうですか。おすすめの観光地ですね。はい。あ、そうですね。じゃあ、皆さんの出身地はどこですか？私なら北インドのビハール州の首都パトナという町に住んでいます。ああ、パトナですか。そうですね、はい。フンドンさんは？私はデリーという場所からですね。インドの首都です。ああ、そうですか。私とフンドンさんの出身地は同じですよ。そうですか、クシュタさん。はい、はい、面白いですね。はい、皆さん最近旅行するためにどこかに行きましたか？あ、そうですね。私は COVID のせいでどこにも行きました。私も行きませんでした。お疲れさんは？あ、私もどこにも行きませんでした。でも、去年の夏休みに行ったことがありました。あ、そうですか。はい。どこに行きましたか、お疲れさん？ラーズギールというところに行きました。ラージギールですか？はい。ビハールにはいろいろな観光地があります。特に私の好きな観光地はラージギールというところです。私の家から近いです。はい、パトナ駅から電車でだいたい1時間くらいかかります。切符も安いですから、電車の方が便利です。皆さん、はい、ラージギールについて聞いたことがありますか？いえ、私は聞いたことがありません。ああ、そうですか。シータさんだ。私はラージギールのブラムクントゥ温泉について聞いたことがありますよ。はい、ラージギールの温泉は癒しの性質で知られていますね。ああ、そうですね。すごい。シータさんはラージギールのことをよく知っていますよ。いえいえ、ちょっと知っていますよ。お疲れさん。私に教えてくれませんか？はい、もちろん。ラズギールには山とか仏様の寺院とか温泉など観光客のためにいいところです。アジアのいろいろな国、例えば中国とか日本とかブータンなどから大勢の観光客が遊びに行きます。訪れた人の中から一番多いの人は仏様の寺院を見に行きます。そして温泉の経験を受ける人も多いです。はい。教えてくれてありがとうね、お疲れさん。あ、いいね。何か思い出がありますか？はい。何か思い出がありますか、お疲れさん。あ、はい。去年の夏休みに私、家族と一緒にラズギールへピクニックに行きました。あちこち回っている時に私、日本人と会って挨拶をしました。ちょっと話した後で私たちが連絡先を交換しました。自分の日本語の能力を試してみたことはいい感じでした。はい。それは素晴らしかったですね。はい、はい。その瞬間、私、いつか日本に行って、日本語と日本文化を勉強したいなと思ってきました。ああ。はい。お疲れさん、何かお土産を買いましたか？はい。お土産として、ラズギールの特別なカージャというお菓子を買いました。あ、カージャって何ですか？ああ。カージャはラズギールの特別の菓子です。カージャは甘くて四角いです。ああ、美味しそうですね。はいはい、美味しそうです。皆さん、
いつか、ジェイ・ラジギロに遊びに来てください。はい、もちろん。うん、トツカさん、いつ行けばいいですか、ラジギリに。だいたい、冬できれば行った方がいいですよ。冬ですね。ありがとう、トツカさん。はい。秋田さん。はい。出入りのおすすめの観光地はどこですか？あ、そうですね。デリはインドの首都ですから、観光地がたくさんありますよ。でも、はい、インドマンはデリにとても人気のある観光地だと思います。はい。私もそう思います。はい。インドマンは、ラジパティという並木道にあります。そして、はい。はい。そして、インドマンは、戦争記念碑です。第一次世界大戦の戦死した兵士たちの記念碑です。だから、はい。だから、毎年1月26日に、インドマンで、共和国記念日パレードは送ります。ああ、私のこのパレード、毎年テレビで見たことがありました。あ、そうですか。私はコロナウイルスの前に、毎年パレードを見るために、インドマンに行きました。テレビで見るよりずっといいですよ。ああ、すごいね。ぜひ、次こそ行ってみたいです。はい。私はデリに住んでいるのに、パレードを見るために行ったことがありません。あ、そうですか。フィントンさんもぜひ行ってみてくださいね。はい、絶対します。はい、絶対やります。何か思い出がありますか？はい、時々週末には、私はインドマンの美しい庭園に行って、家族とピクニックすることありました。はい。ピクニックですね。はい。そして、夜にインドマンはキラキラ見えますから、友達と一緒に、インドマンまで、ロングドライブをし、庭園に歩きながら、アイスクリームを食べました。うん、ああ、美味しそうですね。はい。藤田さん。はいはい。空港からどうやって行けば方がいいですか？空港から、車で、30分くらいかかります。でも、デリメトロやバスで、1時間15分かかります。あ、そうですか、シュートさん。はいはい。それじゃあ、デリに来たら、絶対にインドマンを見に行くべきです。それじゃあ、パレードを見るために、1月26日は、6日はいいですよ。でも、一般的は、デリの冬はとても寒く、霧のため何も見えませんから、3月から10月が良いでしょう。はい。そうですね。はい。フィンテンさんもデリに住んでいますね。はい。私は南デリに住んでいます。フィンテンさんは？私はデリ、キータデリに、ブラリという場所に住んでいます。あ、キータデリですか。それじゃあ、キータデリの、有名な観光地は何ですか？レッドフォートという場所が、レッドフォートという有名な場所が、私の家の地下にありますね。はい、あ、レッドフォートです。はい、レッドフォートは、ユネスコ世界遺産サイトですね。はい、はい。私は子供の頃、レッドフォートに行きました。でも、外から見たばかりですよ。そうですか、シュートさん。はい、はい。でも、レッドフォートでの私の記憶は悪いです。あ、どうして？ああ、どうして？実は、私は子供の頃、家族と一緒に遊んでいきました。でも、はい、入る前に、なんていうか、チケット売り場？チケット売り場は、はいはい、地下にありますから、階段に行っている間に、私は階段に転んで手を痛めました。ああ、そうですね。この結果、手が折ってしまいました。あ、かわいそうですね。痛そうですか。はい。はい。フィンタンさん。はい。その時病院に行ったことがありましたか？はい。あの時痛みを感じしていたので、何が起こったのかよく覚えてません。それで病院に目が覚めました。ああ、なるほど。そうですね。
はい。フェンドンさん、レッドフォートで何がありますか？はい。ヒンドー教とペルシャの文化的伝統は、はい、建築に見ることができますね。はいはい。それと、壁は赤い砂岩で作られています。はいはい、観光客は美しい庭やいろいろな彫刻館を探ることができます。あ 上から美しい景色が見えます。ああ、いい景色ですね。はい。レッドフォートズはデリの中心にありますから、空港からデリメトロで30分ぐらいかかりますね。はい、しかしバスやタクシーには1時間かかります。ああ、なるほど。難しそうですね。はい。それと、毎年8月15日に、インドの首相、ナレンダ・モディさんはスピーチをします。あ、すごいですね。はい、はい、どうぞ。デリの夏は避けるべきですね。はい、だから、10月から3月間は行けばいいと思います。はい、さては、ね、はい、さては、レッドフォートはたくさん歩く必要がありますから、帽子とスイートを持った方がいいでしょうね。はい、はい。なるほど、はい。そうですね。フィンタンさんとシータさんの話を聞いて、デイリーのインドモンとか、レッドフォートを見に行きたくなりました。それはよかったです。すごいですね、ヨッカシさん。はい、はい。もうすぐデイリーに行きますか？ああ、そうね。はい。私の JP 中という地域のセンターがデイリーにあるので、私、ぜひデイリーに行きたいです。あ、そうですか。私の試験のセンターもデリですよ。はい、あ、フィンタンさんだ。私の試験のセンターもデリです。あ、じゃあ、皆さん、試験の後で会いましょうか？はい、会いましょう。はい、会いましょう。はい、はい、そうね。じゃあ、またね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャップニングストーリーズ。よー